可愛いなっていう思う人がいっぱいいる国ってなんかどこですかね。付き合いたいとか思います？可愛いんで、うん、まあそうですね、あげるとしたらやっぱり日本ですかね。Hi, I'm Sergio from Japan. Today I'm gonna interview the Japanese man and ask which country has the prettiest girl. I'm making a video about a Japanese culture, so if you like those kind, please subscribe my channel. I'm also have an Instagram account and upload daily life in Japan, so please check this out as well. So let's get into it. 可愛いなっていう思う人がいっぱいいる国ってなんかどこですかね。シンガポール。なんでですか、なんか理由とかあります？行ったんですよ、シンガポール2週間前に。はいはいはい、はい、その時にもうマーライオンパークってわかります？マーライオンパークの周り行ったんですけど、もうみんな可愛すぎてもう死にそうになりましたね、結構なんかシンガポールってなんか多国籍なイメージがあるんですけど、はい、どういう系の美人の方が多いんですか？清楚系っすね。はい、ギャルはいなかった、さすがに。はい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 、ギャルは日本人みたいな。ギャルは日本だけだけど、多分海外のギャルはいないですよね、海外には。ちなみになんか好きなタイプとかあります？ちっちゃい子ですかね。綺麗系というよりかはちょっと可愛いみたいな。あ、そうです、そうです、ね、感じですね。はい、海外の方と付き合いたいとかって思ったことあります？ないっすね。日本人の方がやっぱり合ってるなみたいな、言語の壁が。でも仮に、海外の方の容姿で、はい、まあ欧米の方の容姿とかで日本語ペラペラだったらどうですか？まあありっすね。言語の壁がやっぱ一番でかいんで、はい、あ、なるほど。そうですね、そこがなければまあいいかなって感じですね。わかりました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。 TikToker みたいなんですけど、TikTok の名前とかって何ですか？クレイジーボーイってカタカナであるんですけど、ぜひよろしくお願いします。この国の人はなんか可愛いなって思う国一つ挙げるとしたらどこですか？イタリアとかですかね。イタリア、イタリアとかじゃ、あ、スウェーデン。完全な偏見みたいになっちゃいますけど、その2カ国とかあたりが可愛い人多いのかな。だからそれってどっからのイメージですかね、例えばスウェーデンとかって。なんでしょうね、なんかテレビとかでスウェーデン美女とかイタリア美女とか聞きすぎてで、なんかもう金髪で肌綺麗でなんか目が青い女性がパチンと思い浮かぶのはそのあたりなんじゃないかな。絶対なんかその美女と付き合うとかってなったらどうですか？海外の人と付き合うとかってあります、はい、あ、いや全然僕は好きになればいいなと思います。どこの国の人が可愛いとかってあったりします？やっぱヨーロッパ系の金髪美女がいいかな。具体的にどこの国とかってなんか、フランスとかイタリアとかがいいかなって。可愛い人が多いなっていう国ってどこですかね？ウクライナとかロシアとか、はいはいはい、婦人系の国は可愛い人が多いかな。そういう方と実際付き合うってなったらどうですか？付き合いたいとか思います？可愛いんで、うん、まあ付き合いたいと思うんですけど、はい、まあちょっと可愛すぎるなっていう、ちょっと。あ、なるほど。付き合うってなったら何が大変だと思います？文化の違いとかです。自分が当たり前だと思っててもあっちは当たり前じゃないですか。海外の友達とかいたりします？あんまいないです。ハーフの子とかいるんですけど。可愛い人が多い国ってどこですかね。美人な人が多いと思うのはフランス。フランスって言ったのはなんかあります？なんか理由、フランスって言った。つい最近までちょっとだけ留学してたんですけど、はい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 、その時のフランスの方がすごい美人だったんで。ああ、なるほど。フランスかな。みんな美人みたいな感じでした？そうです、すごい綺麗だ。留学どのぐらいしました？3ヶ月半ぐらい。なんか付き合うとかなかったですか？なかったです。どうです、なんかアジア人の男性向こうでモテました？いや、俺も周りの人がアジア人だったら、まあ日本人が多くて、まあほとんどで、はいはい、でルームメイトが一応、まあ、ヨーロッパだったんでアジア人じゃないんですけど、はい、まあ、なんせ英語が喋れないと、挨拶とか自己紹介ぐらいしかできなかったから、はい、僕はなんか語学留学みたいな感じですか？です。3ヶ月で実際話せるようになりました。日常会話をルームメイトとするとかはできるようになったんですけど、はい、海外の彼女さんとか作りたいとか思ったことあります？作れるなら作りたい。作れるなら作りたい。何が難しいと思います？やっぱ言語。あ、言語です。まあ今まあ英語勉強中って感じですかね。そうです、はい、頑張ります。この国の人可愛いなみたいな思う国ってどこですかね。いや、なんかどこの国かは分かんないですけど、はい、その最近大学に留学生とかも増えて、あ、はいはいはい、そうですね、なんか金髪の美女がたくさんいてあ、可愛いこの人たちって思って、はい、どこの国かは分かんないですけど。どこの国の方だと思います？予想でいいんですけど。アメリカですかね。あの可愛いとまあ思うじゃないですか、はい、でどっちかって言ったら日本人と付き合う方がやっぱ多いですか？いや、別に自分はどっちでも大丈夫です。あ、どっちでも大丈夫です、はい、なんか留学生の方と海外の方と付き合うってなったら、はい、何が一番大変だと思います？まあやっぱ言葉の壁が一番大変かな。あとは文化。なんか英語とか話せたりします？いや、全然喋れないです。英語とかやっぱコミュニケーションとかちょっと大変そうだなみたいな。そうです。この国の人は可愛いなとかって思う国とかってどこかあったりします？やっぱり韓国人の方、実際街中に行ってその人たちを見たことはないんで何とも言えないんですけど、はいはいはい、自分のメディアとか
から見てる様子を見るとやっぱ韓国人の方たちってこう綺麗だなってすごい思いますね。可愛い人が多いっていうなんかイメージでいいんですけど、なんか国とかってあります？海外行ったことないんですけどイメージで言ったらやっぱウクライナですかね。なんか美人が多いってイメージです。はいはいはい、どこの国とかあります？自分的にはその結構ヨーロッパ、ドイツとかフランスとか、はいはい、なんかイタリアとか、まあ、イギリスとかそういったところがなんか美しいとか可愛いっていう人多いですねやっぱり。それはなんかどっからのインスピレーションとかあります？なんかどこで見たとか。まあ、今やっていますよ、ね、カタールワールドカップ、それが、はいはい、いつかな、前回か前々大会の時になんかその特集やってまして、その時にそのドイツとかやった時に結構美人さんが多くて、あ、可愛いなと思って、やっぱヨーロッパの人たちはみんななんか綺麗というかそういう人多いのかな。なんかどっかあります？そうですね、挙げるとしたらやっぱり日本ですかね。やっぱ大和なでしこっていう言葉もあるもん。日本人って挙げたなんか理由とかってあります？やっぱりその日本って結構アニメが豊富なところがあるんで、はいはいはい、なんかそのコスプレイヤーの方とかの姿を見てもなんかすごい綺麗な人も多いし、もともとその目が大きかったりとかの方も多いんで、やっぱり和服が似合う方とかもやっぱり自分的に好きなところもあるんで、なんで日本の方は好きですね。自分自身もアニメが好きだし価値観が合う人もやっぱり日本にやっぱりいっぱいいるみたいな感じです。はい、可愛い人が多いっていう国でどこかあります？いや韓国だけでしょ。韓国しかないです。韓国しかないです。それってなんかどっからのイメージですか？なんか、なんでしょうね。やっぱテレビとか YouTube とか。それなんか韓国の方と付き合えるってなったらどうですか？付き合ってみたいなとか思います？ちょっと気にはなりますよね。なんか、僕は喋れないんで日本語喋れる方だったらいいなとは思いますけど。すいません、どうもありがとうございます。Thank you for watching. And most of the Japanese people say the European countries or the Russian and Ukraine. That was interesting. For the future video, I'm gonna film about which country has the hottest guy and what Japanese people envy about foreigners. Don't forget to subscribe. And if you have any question or suggestion, please leave the comment. See you in the next video. Bye bye.